最初に、開催地区を代表しまして川本地区区長会長である山内さんより挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。川本地区の区長会長の山内です。どうぞよろしくお願いします。本日は夜分にもかかわりません市長、副市長をはじめ市職員の皆さん、さらに県議、市議の皆さん、そして地元の町協役員および地区役員の皆さんにお集まりいただきました。本当にありがとうございます。3年ぶりの地区集会の開催ということで、多くの地区役員あるいは地元の皆さんに参加をしてもらおうと考えていたのですが、コロナ禍の中での地区集会ということで地元の皆さんおよび地区役員多数の出席とはいきませんで、しかし町づくり生きがいづくりに積極的で熱心な少数の役員の皆さんの参集となりました。本日の話題テーマとして4項目ほど提案させていただきました。地元にとってもまたそして行政の皆さんにとっても夢があってチャレンジしがいのあるテーマを提案したいと考えながら先の4項目となりました。地区役員の皆さんの積極的な発言をよろしくお願いいたします。本日行政のトップの皆さんとの意見交換、対話を通じて相互に理解のある川本地区の今後の町づくりを進めていくためのきっかけに、あるいはふるさと再生のきっかけにつながっていけばいいかなと思っております。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。本日は市長をはじめ市の各職員、県会議員、市会議員にもお越しいただいております。順番にですね、役職名とお名前を自己紹介でお願いいたします。なお市側の出席者につきましては時間の都合上市内の裏面なんか配布されている市内の裏面ですね、こちらの方にいて自己紹介に変えさせていただきます。それでは自己紹介をお願いいたします。オブザーバーを順番にお願いします。皆様こんばんは、県議会議員の増田貴弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは、県議会議員の小野名秀明と申します。よろしくお願い申し上げます。皆様こんばんは、新会議員の松浦正美と申します。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、新会議員の橋本克弘と申します。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして久保田市長より挨拶をございます。それでは久保田市長よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、市長の久保田でございます。本日は、夜分にもかかわらず、このようにたくさんの方々に、この地区集会に参加をいただきまして誠にありがとうございます。本日は、9月27日ということでありますけれども、台風がですね過ぎ去って、4日ほどもらってこたところで、ございます。今のニュースでは、静岡の清水の断水のことが非常に大きく連日報道されているところでございますが、実は掛川市内でも一部断水区域が生じております。これは現在の進行中でございまして、原泉地区、泉、それから、小和田の両地区でございます。で、その断水の状況についてはですね、その2地区合計して112世帯ほどなんですけれども、
そのうち泉っていう奥の方ですね、奈良国の方よりもちょっと奥の方になるわけなんですけれども、そちらの地区については本日の11時をもって、断水が解消できたというふうなことでありますので、そちらの32世帯については、今大丈夫になったということであります。残りの大和のですね、80世帯につきましては、今の断水が続いているということでございまして、給水タンクを市の方で、用意をしてですね、そちらで水を、それぞれ、取っていただいてですね、やっているということでございますけれども、非常に不便をやっぱりしているということでございます。幸いというか、奈良の里に温泉がございまして、そちらを一応開放しているものですから、お風呂については入っていただける状態ではございますけれども、トイレとか、食器を洗ったり、何をするにも不便ということには変わりございませんので、引き続きこれ装置の復旧に努めてまいりたいというふうに思う次第で、ございます。それからご存知の通りだと思いますけれども、今回の台風以外ではですね、掛川市内でも1名の、死者が生じました。湯気というところでですね、土砂崩れが発生いたしまして、離れに住まわれていた40代の男性、がですね、1名の死を落とされた、もう即死に近い状況だったというふうに言われております。昨日ご両親は母屋に住んで無事だったんですけども、ご両親ともいろいろお話を、させていただいたわけでございますけれども、ちょうど多分時刻的には1時ぐらいで、雨が若干こう弱くなったところだったんですけれども、この、土砂にはこう累積の雨量が結構効くものですから、ちょっと市の方でも危険に思って、大げさに思われたかもしれませんが、市内全員に、避難指示を実は出した直後でございました。それが、届いていればというふうに、ね、本当に私としては無念に、思うところで、ございます。掛川市で、災害によって死者が生じたのは実は、相当久しぶりというかですね、記録によれば40年ぶりのことでございました。映画の田舎からもちろん初めてです。平成の時代に自然災害で亡くなった方はおられませんでした。昭和の57年にあった、これも台風ですね、坂川が氾濫を起こしたところですけども、その時に2名亡くなっているという時以来ということですので、40年ぶりに、災害によって死者が生じることになるということで、ございます。この仕組みにおきましても、さまざまな対応を皆さんしていただいた自己防災会、あるいはそれぞれ皆さん、結局お持ちの方を中心にですね、動いていただいたのかなというふうに思っております。感謝を申し上げたいというふうに思いますし、まだシーズン的には続きますので、この先も十分に注意していただければならないというふうに思った次第でございます。さて、今日は祝勝会ということでございますので、先ほど、でも祝勝会長からも申し訳ございましたが、いろんな、ご意見をお寄せいただきたいというふうに思っています。掛川市内では、このような祝勝会をですね、今年度29回ほど開催いたします。正確には、市況単位で32地区あるわけなんですが、いくつかの地区が合同開催されますので、29地区の、このような祝勝会を今年度開催するということでありまして、本日は29回分の13回目ということでありますので、3分の1をちょっと、超えた、もう少しだろうというふうなところまで来ているというふうなことで、ございます。それぞれこの地区におきまして、テーマを選んでいただきまして、今日は、大テーマとしては生きがい作り住民総合の交流ということで伺っておりますが、さまざまなご意見、ご要望を出していただきたいと思っています。本来私は市の住民さんが昨年でございましたので、昨年のうちにこういうメンバーが受けられればと思ったんですけど、なかなか、状況が許さずに、この時期になってしまったということで、
まあ、その分、それだけですね、今日の場を楽しみにしているところがございますので、どうか、ご遠慮なくですね、さまざまなご意見を聞かせていただければというふうに申し上げております。それでは、話を終わる前には、ちょっと資料の紹介だけ若干させていただきます。資材をの次のについている資料、ちょっとクリップを外した方が分かりやすいと思いますが、次についている資料がこちらのパワーポイントの縮小版の滝沢市政についてという資料が、提出しています。でこれはメディア社の行政について、まあ、全般的にいろいろ紹介しているものでありまして、これは今日は長くなるのでお話ししませんけれども、後ほどご覧になっていただきまして、お気づきの点がございましたらご質問等をお寄せいただければと思います。そして、この数度前の次にですね、付いているのが1枚だけの紙があります、新たな廃棄物処理施設の整備方針についてというふうな、ペーパーが1枚付いて、ございます。こちらの例の焼却炉、ゴミの焼却炉についての話がありまして、現在たまりにあります焼却炉が古くなって、パワーポイントの次についてです。パワーポイントが10枚くらいです、その次についてですけれども、焼却炉については、まあ、新しい焼却炉が今、議論になっておりまして、まあ、産業廃棄物を入れるかどうかというところでちょっと若干議論になったんですけれども、いろいろな、審議会の議論等を経て、産廃を入れずにです、ね、これまで通りパワー廃棄物のみでやっていくという方針を最近決定したところでございます。それについての経過が記してあるペーパーとなります。またそれについても何かご質問がありましたら後ほどお知らせいただければというふうに思います。それでは本日は皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。次に対話に、次第の方ですね、取り上げていただければと思いますが、地区自由テーマについて、対話を行います。この場で、出されました意見等につきましては、記録集に、まとめる関係上 ご発言される方は手を挙げていただき、お手元にマイクが届きましたら簡潔に発言するようお願いいたします。はじめに、生きがいづくり、住民相互の交流について、テーマ設計理由などを説明いただきたい中で、ご意見やご質問などをお願いしたいと思います。それでは、まちづくり、協議会会長の松本さんをお願いいたします。それでは、大テーマであります、機内づくり、二重層の交流ということで、お話しさせていただきますけれども、その前に、福祉会のあり方としてね、市長はじめ、幹部の方に、この圧倒地区を知っていただくのもね、大きな意味があろうということで、お手元に、僕から配らせていただきましたように、圧倒地区集会に向けての地区紹介というのを、少しさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。この資料に基づいてご説明をさせていただきます。まずですね、安藤地区の世帯数のより人口の推移ということで、ここに書かせていただいております。これを総じて申し上げますと、世帯数が増加傾向でございます。新規住宅の増加、それから転入の家庭、の増加等の影響というふうに考えております。なので、この安藤地区、全域ございませんが、住宅地域として発展している箇所もございます。それから人口なんですけれども、ここに書いてあるように、安藤両地区、の合計では増減はして、いるんですけども、現状、減少には転じていないということです。で、地区の中を見ますとね、やっぱり、令和生まれのお子さんが非常に多くなってきているということでございます。上に申し上げましたように、若いご夫婦
入学は今年、109名ですよね。北中はちなみに270名。109名のうちね、城北地区ってのはもう極端に新入学生が減っておりますよね。ただ、桂浜地区ってのは600世帯ぐらいですから、この浜本地区の半分以下で、まあ、ちょっと高齢化が進んでいるということで、当然お子さんが非常に少ないんですよね。なのでこの今申し上げましたように109名の、緑小学校の新入生のうちかなりの部分がですね、この浜本から小学校に通っているということで、で中学校は170名なんで、これを単純に考えますと170名のうち100名ぐらいね、アウトチップから中学校に通っていると、これがかなり大雑把な概念です。そうしますとね、この地域からお子さんが小学校および中学で、まあ、活動されているということで、要は恵まれた地域だなということを申し上げたいですけども、まあ、そのような環境でございます。で、市内33地区のうち、アウト地区は4000人強ということで、地盤見てありますけれども、ここに書いたように、上位9地区はですね、多数の地区の集まっておりますね。決してあるなんて、それはそれでいいんですけれども、アウト地区は2地区のみですね。最初以来の、アウト村の延長、それから変わってない。だから、まあ、よく言えば、まとまっていると言いなくもないというような気がしますね。で、外国人で言いますと、大体30名ぐらいですね。で、各地区を見ますと、大体30名ぐらいが、平均的な距離がある。どうも30名ぐらいじゃないですか。まあ、300名超えてるところもあって、あれなんですけどね。まあ、多いからいいとか、少ないとか、どうのことではなくてね、まあ、どうしても人口の変動は起きやすいなという気がします。そういう意味で、このアウト地区は、まあ、まさに平均的なところだというふうに思っているところでございます。はい、2番目の環境及びロケーションですけれども、まあまあ、ご存じの話ですけれども、富山市障害学習センター、ご小学校からですね、アウト北端の阿波岳の本島まで、アウト地域でございます。広範囲に住宅の酸素の一方だけに当たっております。そっちに地図がついていただくというので、ご覧いただきたいと思います。このような、長野みたいな格好をしてますけれども、南端が障害学習センターのところ、北端がずっと行きますと、阿波岳の元ということで、旧アウト村そのものは、まあ、存続して現在のアウト地区になっているということでございます。まあ、住宅の山村地域、国宅になっている、恵まれているんですけれども、一方ですね、やっぱり営農に関しては、70歳以上の高齢化が、これから10年もすると、非常に営農が、どうなんでしょうね、苦しくなるということも想定されますし、先ほど市長のお話にもあったように、土砂災害の現地も各種に点在しているということで、まあ、十分、市としても、ウォッチ、警戒していかないといけないという、このような環境にございます。それから3番目ですけれども、一般市民の活動事例ということで、下に書かせていただきました。このデータは、このアウト障害学習センターのみの状況で、半年間、9月いっぱい、5月いっぱいのデータでございますが、まあ、このようになっています。スポーツ関連、国産を対象の活動、その他ですね。で、ここは、まあ、皆さんご存知ですけど、元アウト小学校および、元アウト幼稚園の跡地ですよね。なので、後の方でもちょっと関連してくるんですけれども、まあ、グラウンドがある。で、まあ、安全なグラウンドです。グラウンドということと、ここの地域がね、非常にその交通量が多いというような危険な場所でもないということで、皆さん安心してですね、使っていただいているということですけれども、グラウンドとは少年サッカーの指導、
等々、それとですね、特徴的なのは、あのボーイスカウトとか、あるいは少年少女化少年とかな、あのというように、他地区のね、団体的な活動がですね、あのこの、グランドエリー、建屋を使って、まあ、活動してくれている。ボーイスカウトに限りましては、基本は屋内、グラウンドで、で、場合によっては、この、建屋を借りてですね、夜間の、夜間宿泊訓練というようなこともやっているようでございます。まあ、いずれにしましてもね、このような活動をしてきて、そこそこ活動を、まあ、活用していただいている。それからこの、仙台に小さい公民館、熊谷館、それからもっと小さな公民館がございます。そこそこでも活動を継続していただいています。で、この数字がね、他地区の状況が分からないだけに、ちょっとあれなんだけど、そんなに低調ではないというふうに、この数字を見ると思います。4項目運送まとめ委員会もしたんですけど、目指すところですね。住んでいて安心な地区という、これは要気象一等にですね、安心安全を、最優先で、まあ、確保した活動をしていただいているんですけれども、それとともにですね、まあ、先ほど申しましたような、この豊かな地域を世代を超えてですね、超えて支え合って健康で生きがいを持って生活できる地域から目指したいというふうに思っています。そうすることによって、一層進むさらに、進み、それから助け合いが進み、まあ、人を知らないと思うんですが、それは進まないんですよ。でそれが引いては、進んでいけ安心な地域、安心安全なですね、さらなる強化につながるというふうに考えて、より活動しております。以上が、まあ、地区紹介ですけれども、よくには、市民の方で、他からご質問があれば、業務所もおりますので、お答えを見るように思いますが、何かございましたらどうぞ。市長さん、ライブで、市の役員の皆さん、何かご質問をお聞きありましたらお願いします。はい、ありがとうございます。青森地区、世帯数が増加してって、まあ、人口もほぼ横ばいというかですね、維持しているというふうに伺いました。人口が増えていると、まあ、家が増えているエリアというのがなんか、特定のやっぱり地区なのか、あるいは満遍ないのかみたいな部分とか、まあまあ、分からないかもしれませんけど、どういうところから来る人が多いとか、何かそういう特徴みたいなものっていうのがあるでしょうか。はい、勝間部長のことだと思います。すみません、頼まれて勝間部ではですね、新しく家を建てる場所っていうのは北中付近です。残念ながら勝間地区はほとんどが農地地域です。農地地域でもう家が建てるのは県道の南側で、この辺がこれが西北中方面と、それ以外は全部青地で家を建つことができない状況と思うんですから、たまたま北中のちょっと手前のところへんが農心地区から外れてるんですから、遺産がないから、また土佐屋に入って6軒とか8軒とかその辺の単位の中の分譲地区とかができている状況ですね。北地区はもう情報上に違うよね、確か。そうです。社会学技術センターから避難になりますけれども、これまだ不動産屋がありましてね、かなり大規模というか小規模の
住宅がですね、ほぼほぼできているという、そういう状況です。ただ、いずれにしましても、今、こうたくと、の始まったように、アート地区としてはね、決して減ってなくて、増えている状況なので、変態は確かに、特に初の名前は非常に私でなかったけれども、まあ、多分、増加につながるんじゃないかというふうに期待しています。ありがとうございました。その他何かご質問はありますか。よろしいですか。はい、それではですね、提案、要望事項のですね、一つ目、ネットスマホ社会の現在、ご覧くださっている皆さん、全員とはですね、これの関連の整理について、お願いいたします。それでは、第1項目をご説明させていただきます。この番号自体は、大して意味がございませんので、先ほど地区 の状況をご説明しましたけれども、その地区、我々地区がですね、生きがいづくり、住民層も、それから、我々の人口を維持したいよね、また増やしたいするためにですね、ベースとなる、なりうる、具体的な提案を理解させていただきます。で、まず1項目ですけれども、言うまでもなく、ご理解いただく通り、スマホネット社会ところがですね、公の拠点はまだ十分とは言えないのではないかなというふうに思って、その関連について、ご意見、ご説明いただければですが、1項目、公の拠点でね、ネットスマホ、等々ですね、具体的な手順を通して活用している理由があるかという話と、できればホームページなどの解説をしたいというふうに思いますけれども、その辺の、機材等の、機材の等の支援を、していただければいいと思っていますけれども、それが可能かどうか。カッコさんは当然この2拠点を対象に我々としても強化しているというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございます。それではこの件につきまして、市側のですね、回答をお願いしたいと思います。どなたか。手立てを先行して活用している事例であるためという話です。町協の拠点、1地区1拠点、町協の拠点、ここで言えばこの学習センターですが、こういったところに光回線を市では引いています。で、その中で、皆さんの活動をサポートしているということになります。我々の方で、その回線を持たせていただいております。でこういったものを活用しながら、いろんな町協の中では事例がありますが、まだまだ始まったところといったのが実感です。例えばパソコン教室とかスマホ講座とか、昨今ではその Zoom を活用して、コロナだから講師を呼びたくても講師の方がなかなか来れないと、それだったら Zoom を活用しながら講習会を受けてみよう、これ多分フレイル予報かなんかの講座だったと思いますが、こういったズームを活用して講座をやるとか、そういった活用は始まっています。で、なかなかご紹介できる事例がないので、逆にこちら側から一つ提案してみたいなと思っているものを持ってきました。皆さん e スポーツって聞いたことありますか。 e スポーツ、若い世代、ゲームですよね。ゲームで、若い世代、20代、30代の方のみならずですね、最近ではそのシニア世代の e スポーツっていうのが非常に盛んになってきてますね。NHK 等でもよく報道されてますけれども、この e スポーツですが、子どもさんとか、
お孫さん世代と一緒に楽しめることも魅力の一つだと思います。先ほどあの松本会長言われたように世代を超えた支え合いとかね、そういったところにつながるんじゃないかなと思って一つ持ってきました。あのこの e スポーツですね、シニア世代になんでこう普及してきたかっていうと、認知症の予防とか健康維持、最近ではこの介護施設で、健康教室という形で e スポーツを導入したり、脳の活性化とか認知機能低下の予防、こういったのにもつながる、非常に多くのですね、学術的研究論文も発表されています、この e スポーツね、あの一人でゲームをやってるという形に想像されるかもしれませんが、例えばこれ隣同士で誰かと一緒にプレーすることで、社会とか人とつながりを持っているとかね、それが健康維持につながる、コミュニケーションを取る機会が増して、みんなでワイワイ交流促進が図れる、とか、例えば e スポーツ皆さんで、やっていて、目も疲れちゃうので時々休憩しながら、まあ、あれ上手になったねとかやってるとかね、そういった会話もそこで進んだりするんだと思います。で、時にはお孫さんとかの世代の方が一緒になって e スポーツでしたら、例えばサッカーゲームやるにしても体力的身体的なものが一緒なので、あの楽しく交流が図れたりするようなことも考えています。ぜひあのこういった e スポーツもし導入したい、やってみたいな、チャレンジしてみたいなって思いでしたら、これ町協の交付金の中でも十分対応していけますので、ぜひそういう機会っていう、なんか市内の町協の中でまだやってるとかないので、ぜひここは先行してですね、そういった中で交流が促進されて、みんなでワイワイやってるといったものを我々も状況を水平展開できたらなと思っていますので、こういった提案として一つ、おつなぎさせていただきます。で、2つ目、ホームページの解説とか技術等のノウハウ、機材等の支援をしてほしいけどどうだいねという話です。あのもちろんあの支援させていただきます。で、ホームページの解説状況については、今市内で3つの町協さんが独自のホームページを持っています。どこの地区かというと南郷と上内田と城北、この3つでホームページを持っています。で、このホームページではですね、町協活動の情報発信だとか地区内での情報共有という点で有効に使われていると我々も認識しています。ただ一方でこんなことも聞かれます。あのその時 IT、まあ、パソコンに詳しい役員さんが一時いたので、盛り上がってホームページ作ったんだけど、なかなか次の役員さんはそのホームページ更新に苦労しちゃって、なかなか難しいんだよね。いや、ホームページを触れる人材を役員に登用しようとするとますますなり手不足の中で、苦労しちゃって、なかなかそういう実態もあるよっていう声は聞こえてきたりします。まあ、そういうところもありますので、まあ、今後考えていくとすると、ホームページ以外にも例えば最近ではこの SNS、LINE とかですね、 Facebook とかいったそういった、登録された方に直接情報が届くっていうこの発信の仕方もあります。デジタル導入するときに一番気をつけるのは何か考えなきゃいけないのは何かっていうと、どんな目的で何の手段としてデジタルを導入しているか、これよく考えてやる必要があると思っています。例えばその町協の活動を地区民に知ってもらいたいっていうのを目的とするならば、ホームページより多分 SNS で直接その登録された方に情報が届く方が、届きやすいと思います。ホームページわざわざ自分でホームページ見に行かないと情報取れないので、それよりも市の LINE みたいにプッシュ通知で、今度こういうイベントやりますよ、それが世帯主の方のみならず、若い世代の方、お孫さんの世代ももし登録が広がればですね、町協の事業ももう少し若返りがこう図れていくのかもしれません。なので、回覧板一つ、まあ、デジタルに変えていくというのも一つの手段だと思いますし、こういったデジタルの活用
要は、まあ、何を目的としてこれから取り組んでいくか、ぜひ我々の方にご相談ください。一緒になってですね、考えて何が一番適切に効果的に簡素にやれるか、一緒に考えながらですね、いければなと思っています。また我々当然うちの障害福祉協働推進課で支援しますが、市内ではですね NPO 法人でデジタル普及に取り組んでいるところもあります。なのでこういったところと連携しながら事業を組み立てていくことも一つですし、今デジタルいろんなところで支援してますね。静岡県でもこんな講師を派遣しますよっていう事業がたくさんありますので、そういった講師を使って、やるのも一つだと思います。当然機材の購入等も支援させていただきますので、一緒になって、デジタルで変えれるところは変えながら進めていければと思っています。で3つ目です。拠点、ここと水谷の公民館、インターネット対策、ここはある程度水谷の方がないんだねっていう話でした。で先ほど言ったように町づくり協議会の拠点には光回線を含めて、市内全域に入れさせていただいています。でここでも平成29年でしたかね、光回線を導入して、今町協の運営準備とか行政との連絡手段として有効に活用していただいているところだと思います。で、水谷の公民館なんですが、多分経緯をね、昔障害学習センターだった、昔障害学習センターだった、でここができた時に入れ替わったという経緯もあって、向こうも公的な施設っていう認識はあるかもしれませんが、やっぱり自治区が所有している自治区の公開道的位置づけですね、皆さんそれぞれ風が持っている公民館と同じです。ここの中に行政サイトで光回線を入れていくというのは非常に難しいです。なのでぜひその自治区の判断において、ぜひデジタルを推進する一環として整理をしていただければなと思っているところです。以上、1番から3番までの回答をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今のですね、市の方の回答を受け、よろしいでしょうか。はい、南部都市区まちづくり協議会で会計を担当しています新田敏夫と申します。先ほどの話の中でですね、e スポーツとかそういったもののネットを結んでやるというのは非常にいいことかなと思います。その前提となって今光回線引いてあるという話になるんですけれども、実際まちづくり協議会の中に参加する人が、Wi-Fi 等を使って操作する必要性があると思います。でところが今ここに引いているような D スポットっていうんですか、あれで引いてあって、フリー Wi-Fi になっているところで非常に制限があって接続しにくいという問題があると思います。でオーナー回線については一般に開放するとこれはセキュリティ面でいろいろ問題があるというようなことで制約もあったりしますけれども、少しコントロールが効いた状態、言ってみればまちづくり協議会の中でオーナー回線を使うときに限定してですね、パスワードを知らせる、あるいは使い終わったらもう Wi-Fi 回線を切るとかですね、運用の仕方でセキュリティ面の問題を解決する方法もあるかと思いますので、ちょっと検討していただけるとありがたいなと思います。以上です。ありがとうございます。私もそれこそ今教えていただいて初めて認識したというのもありますので、少し IT の方からですね、この今いただいたご意見、ちょっと調整してみたいと思います。ちょっとまたできるできないの話はですね、お返しさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今の回答でよろしいでしょうか。はい、はい、他に何かございますか。なければ次の議題に移りたいと思います。アーボと障害学習センターの屋外照明設備についてお願いします。それでは
項目のこの地の両面線路の野外照明設備についてお話をさせていただきます。当選会では4基の照明設備がございますけれども、過去の落雷によって破損して、現在は修理費用が5台かかるということで、まあ保持されているというところでございます。本件はですね、すでに市の担当の方に業者を伴い検証していただいたので、市の対応がないよという、そういうことでお話しているわけではございません。で、この照明設備なんですけどもね、やはり先ほどご説明したような、この地のセンターのですね、活動内容を見ますとですね、見ますと言いますか、活動内容から想定できるように稼働の希望もございます。それから地域活動のセキュリティのサポートを提供、さらに地区全体の投影イベントの企画と地区の魅力をですね、最大限できる非常にいい設備と活動ができると考えています。いわゆる地域再生につながる大きな武器ではないかなと思います。具体的にはもしそれを使えるというようになれば、ここに書いてございますように、マスコートの場の提供から地域の、再現と他市の集いが可能になる。なので先ほど地区紹介の動画で説明させていただいたような言ってみれば絆を強化できるような活動がですね、多面的にできるのではないかというふうに考えています。で、市の担当の方の方からは既に話は聞いておりますけれども、もしね稼働がないに関係できない場合は積極的に検討するとかね、これをほっといたら10年先どうなっちゃうんでしょうかねとか、そういうようなクエスチョンマークもついてしまうんですよね。なので、かっこよく書いていただいたような質問というか、要望を出していただいたと思います。理由については以上です。屋外照明設備につきまして、市の方からのコメントをお願いいたします。障害アクションへの質問、たくさんありがとうございます。話す機会をいただいて、まずもってですね、先ほど松本会長さんがご紹介いただいた一般市民の活動事例というのを見ますと、これは9月末までの半期。半年ですよね、これ、途中から来たように。非常に活動的に、いろんな事業をやられていると思っています。まさに松本区長は、会長が言うように、安心と連帯感につながっているんだろうなと思っています。こういう活動、地道な活動がですね、社会関係資本といわれるような、災害にも強い地区につながるということだと思いますし、このコロナで3年活動がなかなか思うようにできなかったところもあると思います。でそういった中で高齢者の方、特に最近の超高齢化社会といわれる中で、社会的な孤立をいかに防いでいくか、でそれも地区としてどう関わっていくか、こういうことも非常に深く考えながら進めていただいていることがあるんだなと改めて、認識を申したところでございます。感謝申し上げます。で、照明設備、私も今日来たときに改めて見させていただきました。でこの照明設備はですね、幼稚園生時代に設置されたものですよね。で特殊センター、センター移行後 も地区で活用されてきた。だけど平成24年の11月の落雷で、使用不能になって今に至っているということですね。でその間、当然地区の区長会長さんから夜間照明が使えないなら撤去してくれというご依頼も受けましたが、なかなか市の予算も使うということで、そのままの状態となっているということで、ご苦労をおかけしております。で、今回改めてですね、この照明施設、地区の交流を推進していくために
になった治らないかというお話なんですが、なかなかこの復旧費用っていうのは非常に高額になります。さっき市も立ち会いながら検討したというご紹介がありましたが、例えば具体的にはですね、この先10年経ったらどうなるかというお話もありましたが、これまで10年使用してないんですね。なので既存の設備はほぼ使えない状態です。なおかつこの間にですね、水銀法の改正で、水銀灯の交換ではなくて LED に変えないといけないという必要性もあります。LED に変えるとなかなか重量が増加するので、課題の部分、欠落の部分、さまざまな部分が交換必要となっています。おおむね費用は1000万以上かかるんだということなんです。長々とですね、やれない理由を言わせてもらいました、やれない理由を言わせてもらいましたが、使えないからイベントができないではなくて、まちづくり協議会の交付金としてですね、こういう活用はどうでしょうかね。昨今では工場の照明、非常に明るいですよね、工場の照明、工場灯籠を工事やってるところにも分かるんですが、ぜひそういうもののレンタル、例えば町協の事業で、この広場を使う、夜間使う、そしたらレンタル代は当然町協の国金の方で、対応できますので、そういうものを使いながらですね、夜に行くのも頑張っていただければなと思いますし、一緒になってですね、例えば常時できるではなくて、場所をどう使っているかというところを、我々町協の事務局としてもですね、一緒に考えさせていただければなと思っています。ちょっとここはですね、残念な回答ですが、ちょっとご理解のよろしくお願いします。市の方からのコメントをいただきましたけれども、私個人的にもちょっとなんとかしていただきたいなというのもありますけれども、松尾さんよろしいでしょうかね。あとお金の問題ですよね。しかし我々としてはね、お金の問題というよりか、アウト地区の将来を見ているわけですね。確かにレンタルいくらか知りませんけども、1000万あったら随分借りられるじゃないのってあるけども、ここに僕、あえて地区創生って書いたのはね、色を変えるんですよね。ここはね、ご理解いただかないと、増えて金なんかがまだできないよということになる。地域を創生していくんですね。それがあれば、次のこれができるでしょう、これができるでしょうって、こういうものの展開がしばしばあるんですよ。使用頻度が何度あって、レンタルを変えた方が安いから、これが得るかは、この方が全然安いよという短期的な、定義的な見方っていうのは、これは当然ですけど、僕も十分理解。しかし、それがあったがゆえに、次のこれにつながるんですと、青森地区とかね、住宅も少しずつ増えてますし、住んでいる人口も比較的定着している。で、さらにこれに加わったらこうなるよっていう、僕らは次の夢を見てるわけですよね。ここはね、金の問題は納得をさせていただきますけれども、ここを理解していただかないとね、非常に悲しいと思います。分かりで言っているのは分かりですよね。橋ができたら棒のと交流できるのはそれに近い。ところが橋が1000万かかるから橋はできませんと、向こうと一生交流できませんというのと、似たかいとは論理なんですよね。そこから理解していただいて、じゃあ3年後にもう一度検討しましょうとかね、僕らこういわゆる村にしたら村にしたいんですけどね、意思の疎通の、自分的なこと言ってますけどね、意思の疎通のある村にしたい、そのために、これがあったら、そこは理解していただいて、この質問は終わらせていただきます。理解していただくことを前提に、この質問は終わらせていただきます。以上です。一言ですか。
担当も本当に同席してますし、我々の町役所共同推進課のスタッフ皆でですね、心の中に刻みましたので、ぜひ八協幹部と一緒にですね、見られるように、事業をどう使っていくか、どういう事業を組み立てていくか、一緒になって考えていきたいと思います。ありがとうございます。結論は出ておりませんけれども、この前向きに検定していただけるというようなことで、この目的につきましては、終了させていただきます。それでは次に、3つ目にですね、青本地区西山の整備支援についてお願いいたします。皆さんもご存知だと思いますけど、今年の3月頃ですが、候補かけがでも紹介されましたけれども、西山の桜の、特に桜の里って書いてありますけど、まあ、今、気ままな広場ということでやってますけど、実際これを始めた人というのは、元西山に住んでてですね、今、現在、西門に在住の方なんですが、まあ、同級生で私の知人にもなるんですけど、彼がもう10年ぐらい前にですね、始めて、今、5年ほど経って、道がやるように、きれいになっています。で、今、それぞれですね、仲間が、元在住の方とか、現在住の方ですね、そういう方で、構成されて、今、十数年、それでどんな作業を講演かというか、どんなことをやっているかというとですね、桜と尺投げですね、それを、それ桜は370本、尺投げは200本、もみじ10本、それとかあと河川のですね、竹の伐採とか、そこにはですね、滝もあって、今2か所とか、変わった滝もありますので、ですね、そういうのを見に行く人も、だいぶ増えていることです。あと、今、阿波崎のハイキングですね、そういうする方がだいぶ増えていて、東山の方から登る方、それと最近はですね、西山から登る方が随分増えていることです。というのもですね、昔、阿波崎に登山道というか、磯辺があったんですけど、それもですね、全部いろいろ一人とか、まあ、みんなで、ね、いろいろやってこの整備していく。で、随分その配慮が増えている。それで、一応要望としてですね、せっかくいろんな人が来てですね、来てるんですけど、悲しいことに、トイレですね、仮設のトイレが一つしかないんです。それと、あと、お水ですね。もともと、西山口に、というか水道というのは引かれてないんです。まあ、世帯もどん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 減ってしまったというのもですね、水道のそういう設備がなかったというのも、うちに一つは生まれてるんじゃないかなと思うんですけど、だから、できればですね、そういうのを市の方で、大変気になるんですけど、まあ、ここに今日同席させていただきます、松浦市議会議員さんいろいろお願いをいただいてありがとうございます。ぜひ、なんとか政治支援の方ですね、していただければ助かるんですけど、お願いします。それでは温い窓ですね、提案要望を問いつきましての回答をお願いいたします。ここ私も去年ですね、見に行かせていただきました。ちょうど松田市に、ね、こんな活動してる人がいるから見に行ってこないとダメだって言われて、すぐに見に行きました。で、本当に中山さんとその場でね、話をさせていただくと、
本当に強い気持ちを持ってあそこを山を整備して桜を植えて、道中と本当頭が下がる思いで、話をしました。で、西山地区が忘れられないように、この里山の荒廃を防ごうと熱心に活動されている現場、本当に見させていただいた中でなんかこう心を動かされるところが本当に強くありました。で、昨年お会いした中ではですね、中野さん、どんな支援が必要ってお会いを聞きました。で、中山さん曰く、本当にこの活動、この場所を、この初の西山というこの場所を、みんなすごく多くの人に知ってもらいたいんだという、そういうことをもう強く言っていらっしゃいました。で、候補だけが、先ほどご紹介がありましたが、この人には、紹介ページを作らせていただいて、情報発信を我々のもとにさせていただいたところです。で、中野さん、助成制度もね、多分、いろいろ紹介しました。例えばグリーンパークで苗木なんかをもらったらどうでしょうかとか、障害学習でやっている市民活動の補助金も使えるけど使ってみたらいかがでしょうかとか、民間の補助事業でもですね、植樹など、環境整備の補助事業とかいろいろありますので、そういうのも紹介できますよというお話もさせていただいたところです。本人もね、これは個人の土地なので、本人の意向というものが非常に僕は大事にしたいなと思います。無理無理その補助事業にはめて、本人の意思とは違うことになってしまっても申し訳ないと思いますし、この辺はよく中山さん本人とですね、コミュニケーションを取りながら、必要なタイミングで、必要な支援ができるように、我々もですね、時々足を運んで、中山さんと会話をしながら、西山桜の里でした。地区内外ですね、情報発信の部分ではご協力していきたいと思っています。で、ぜひ地元の皆さんもですね、例えば町づくり協議会の活動として、あそこに行って、楽しむだとか、近く着物っていう言葉もあるように、まずは地元の方がそう楽しみにするような場所になるような工夫がもし起こるのであれば、町づくり協議会の交付金も活用していただければいいでしょう。で、それが、他の地区の方々に伝達してですね、私も一回行ってみようという動きにつながってくればですね、より良いことなのかなと思っています。また、市場の方々もですね、この中山さんの作っているこの作法作りに対してどういう支援ができるか、行政としても市場としても一緒になって考えていければなと思っていますので、ありがとうございます。何か質問をさせていただきますけど、ご覧の面は中山さんという個人の方が自主的に手柄を切っていて、そういう文面で書いてございますけれどもね、ご覧になっていただいて、あそこはね、地域としていけるんじゃないかって僕自身思いますね。ただし整備が必要なんです。それはね、個人の整備っていうのはやっぱり限界がある。で、地域法としてもね、方策は今おっしゃっていただいたように検討していきますけれども、地域としてはね、決して悪くない、いい策になるんじゃないかというふうに、この学会社の中でね、思っております。ぜひ市長、またお時間に会うときにですね、ちょっと眺めていただければ。水車のいいやつ一個でも見たらね、かっこつるんじゃないかなって、まあね、小さな例を言ってますけど、またご覧いただければ大丈夫です。どうです。はい、どうも。企画ばかりちょっと話をさせていただいて、私、一応の環境部長の都築といいます。よろしくお願いします。お隣になられてて、で同級生というか、有志の方、この道のパトロンとか、高尾山の同級生とか、ね、一緒に活動されていらっしゃるということで、なんでそんなことを僕知ってたんだけど、僕、ここは地元で、高尾山に住んでるので、よく知ってます。で、
中山さんにね、自分の資材を、まあ、何を言ってといいますかね、使っていろいろ整備をしていただいているわけです。で、僕も、すぐに見に行って、広報に載せるように頼むかというのが、まあ、昨年の末だったんです。それで、ここはですね、もっともっとこう活動が継続するようにする手立てって2つあります。で1つはですね、やっぱり情報発信をして仲間、要は共感する人を集めるっていうやり方なんですね。で皆さん沖ノ津の森クラブっていう NPO 法人って聞いたことはあると思うんですけど、今地面全国区ですですけど、これ立ち上がりの時はですね、2人まあ、旦那さんと奥さんと2人で始めたんですね。でそれで最初何やったかというと、毎日日記をですね、書いたんですよ。日記を書いて、今日、里山に行って、農作業したよ。あるいは、こういったことをやって、とても綺麗だったよとかね。そういったことを、日記に書いて、ブログで発信したんです。でそういうことをやってったら、共感者がすごい集まったんですね。市外、県外から。それで、まあ、NPO 法人の立ち上げにつながったということがあって、資金的にも少し有利ということがあったんです。それからやっぱりもう一つはお金が必要ですね。で今の、桜の里で、補助金をもらうときに地区のこうリクレーション施設っていう切り口だと今の補助金の体系だとありません。でどちらかというと荒廃森林の再生であるとか、あるいは植林の事業であるとか、そういった切り口だと補助金のメニューって、こう出てきます。例えば、まあ、県が県税で皆さんも1年間400円納めている森林県民税というのがあるんですけど、この県民税を活用した県の補助制度、それから掛川市でいうと森林環境譲与税が交付されて、その交付税の中から、譲与税の中からこういった活動に対しての補助金なんかもあります。でこれはやっぱり荒廃森林の再生であるとか、時代を担う森林の担い手育成であるとか、そういった切り口でありますので、先ほどの情報発信 の、 手法であるとか補助金の獲得の手法であるとかっていうのは、それこそ課長のところの共同推進課でアドバイスすることができるので、まあ、中山さんとあと周りのね同士の方々とも話し合いを持ちながら、活動の方向性にこう似合うようなそういった、支援ができますので、極力相談をしながら進めていきたいと思ってますので、まあ、そういったことを課長は先ほど言おうと思ってたと思いますので、まあ、ちょっと補足の意味でご説明をさせていただきます。お願いします。はい、ありがとうございました。この件につきましてはですね、まあ、継続的にですね、市の方と夏木をとってですね、話し合いを進めていきたいというふうに、思っております。よろしいでしょうか。はい、それではですね、最後になりますけれども、桂川市の定住と子育て支援についてお願いします。時間を増してるんで、簡単にご説明させていただきます。テレビ、新聞などの報道を見ますとね、よくこういうことをしてるとかっていう、先ほどの、情報ではありませんけども、見聞きすることがございますよね。新聞ですね。で、さて、桜川市に戻った場合は、ゼロサムじゃなくてマイナスサムなので、ね、人数が減るのは、まあ、致し方、通常の計算だと致し方がないにしましょうですね。当然進められていると思いますけども、定住化対策、それから U ターン、去年、居住対策等々についてやられていくことをお聞きしたい。で2点で立てて、桂川市もですね、先ほどの2点、この地域もお子さんがまあ小さい子さんが多分増えてるんじゃないかというふうに想定してますけれども、桂川市の子育て支援の、ご説明をしていただければ、それによって我々も、お子さんなりに桂川に青本のみの話なんだけど、桂川に住んだらどう、もしくは東京
ていうのはね、要は情報発信をどの程度しているのか、分かったことで手を取ってないよね、そこをお聞きしたいというそのような質問でございます。はい、ただいまの提案につきまして、市長どうぞお回答お願いします。企画政策部長の平松です。よろしくお願いします。移住定住の件を今ご質問いただきましたので、移住定住について市がどんなことをやっているのかということでお伺いさせていただきます。まず移住定住を、していただくには、掛け回しを全部知ってもらうことが大切だというふうに思っております。で、それにはどうするかというと、まず情報発信ということで、まず掛け回しのホームページ、そちらではトップページに移住情報ということで、もう移住定住、掛け回し移住定住したい人がすぐそこに、そこをクリックしていただければ、その移住に関するいろんな情報が見られると。例えば女性金支援情報とか、そういうことを見ていただけるような形でホームページでまずそういうことを発信をしているということでございます。あとですね、そのホームページの中に掛川物語という動画を作りました。掛川市を、発信する動画、これを作ってありまして、これもそこに載せてございます。ぜひね、皆さんも一度見たことない方いらっしゃると思いますので、一度見ていただいて、あ、これいいねって思ったら、遠くに住んでるお友達とかも教えてあげていただいて、掛川市ってこんないいところだから、ぜひ移ってきてっていうプロモーション一緒にしていただければね、というふうに思います。あとですね、ツイッターなどの SNS、これを積極的に活用しまして、観光情報、市政情報、地域の魅力等の発信に努めています。いますが、なかなか我々もそれ専門家ではないということで、うまくいってないところもあります。で、こちらの配布資料、こちらの3ページですね。3ページをご覧いただきたいと思います。これプロフェッショナル人材の登録ということで、3ページに一番下ですね、掴んでいると真ん中辺、林英子氏、広報戦略担当就任ということで、7月からですね、広報戦略担当という方をお迎えしまして、まあ、この方、なかなかそういう道のプロフェッショナルですので、いろいろ広報発信の仕方を教えてもらっていると、一緒に考えていただいているということで、先日もSNS の発信の仕方を若手職員中心に研修をして、で、市の職員全員で、ね、掛川市を発信していこうということで、進めているところでございます。また、このほかですね、まあ、移住フェアとか、月並みですけど、移住相談会とか、そういうことをやっておりまして、まあ、県外から、掛川市の移住者、これが令和3年度に69人ということで、県内で8位だったということです。残念なことに、静岡新聞に5月頃ですかね、県内の移住定住1868人、過去最多ということで、ずっと見てると、黒石が69人で載ってて、第8位になったんですが、これ、掛川市が第8位で69人だった、黒石と間違いなく出られたんですが、掛川市がなんか、ここから外れちゃってるような、そんなイメージもあるようでいらっしゃると思いますが、掛川市が県内で今、令和3年度は、第8位の実績が上がったということです。ただ、まだまだ、ね、発信が足りているかというと、そういうところも、まだ足りてないところもあるのかなというふうに思いますので、今、これから今申したようなことをもっともっと積極的に行って、発信をしていきたいと、そのように考えています。以上です。ただいまの平松部長の回答がありましたけれども、よろしいでしょうか。何かありますか。回答の方、お願いします。子ども政策課長の大橋です。よろしくお願いします。私からは、掛川市の子育て支援について説明をさせていただきます。本日、配布資料の18ページを
と対応に努めています。また保育士による生後10ヶ月前後の家庭への子育てコンシェルジュ訪問活動や子ども医療助成制度による高校生以下の入院や未就学児の通院の自己負担を無料としています。認定子ども園等に併設している地域子育て支援センターなど、市内に17カ所の子育て支援施設がありますが、0歳児から3歳児を在宅で子育てしている家庭の居場所作りや、子育てに関する悩み等の相談を行っています。ここの近くですと、掛川中央養護園の、子育て支援センター記者のことか、クラミにあります神田広場等が、その施設となります。次にですね、事業者への働きかけでは、子育てに優しい事業づくりを、推進をしています。子育てと仕事の両立環境に積極的に取り組む企業に対し、日程上交付し、市のホームページ等で活動するよう、紹介するなど、ワークライフバランスの一層の発展を支援しています。現在は38社の方が、認定を出させていただいております。次ですが、幼児教育・保育環境の充実については、下のグラフをご覧いただきたいと思いますが、待機児童対策として平成27年度以降、施設整備を進めています。令和3年4月から、5年の4月の間で、508人の増、想定人数は3222人とする保育定員の増加を図ってきていることがあります。またですね、保護者や施設への補助金を行うなどソフト事業により、令和3年度から2年連続で、4月1日現在の、国定員待機児童数ゼロを、達成をしたところであります。今年度は、大東区になりますが、紀藤こども園の来年4月の開園に向けて建設を支援をしており、開園により、大東大阪区域の、認定こども園が完了となります。施設整備と合わせまして、やはり保育士の確保が課題となっておりますので、不足する保育士を解消するためですね、確保対策として、市内の各園と共同して、お仕事応援相談会を今年度ですね、9月の11日の日曜日に開催したことです。また市内へ就職する、就職の資金として貸付をする、保育士と就職応援資金貸付事業を、継続して今行っております。安定した保育確保に努めるとともに、市内園の保育士等が、会員となる掛川乳幼児教育未来学会が、実施している保育士等のキャリアアップ研修をはじめとする各種研修の充実により、乳幼児教育保育の、質の向上を行います。最後になりますが、地域のご提案等にもありました、魅力や安心感を情報発信できているところですが、これまでですね、子育てや子育て支援の努力に対し、やはり十分な広報とか PR ができていなかったことが、ありました。今ですね、掛川市ではポストコロナの新しい街づくりに取り組む、データトランスフォーメーションの、推進の一つとして、現在、子育て情報案内サイトを掛けるというのが、子育て世代のですね、サイトがあるんですが、それを今リニューアル予定でおります。ここに書かれたのもありますように、やはり島田市さんとか湯島市さんなどのサイトを見まして、それ以上のものにしようということで今進めております。内容としましては、最新のですね、データ技術を及びまして、写真や動画を、取り入れること、またですね、そういうことによって子育て世代が興味を持ち見やすい作品をすることや、子育て年齢に合わせた検診とかですね、予防接種の情報を保守通知でお知らせする機能などを追加する予定であります。そうすることでですね、市民がいつでもどこでも興味がある欲しい情報を得られるサイトとして、情報発信の技術を図っていきたいというふうに思っています。このサイトですが、来年3月に本格的にリニューアルして、稼働する予定であります。説明は以上となります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今の市の方からの説明で、よろしいでしょうか。何かありますか。どうもありがとうございました。
切り口がですね、ここにいる田中さんはもう子育てとはちょっと無縁になっているというのと、ここに定住しているわけなんで、U ターン移住、ロケーションで行くと、拠点、という話はないわけで、それ以外の方にね、支援なく、要は掛川がいいところだよっていうような情報をね、それと、本人は全然もう、ここに付き、もういいところなんでね、これとは話は関係ないんだけど、とか、外から見たときに、もう適当にこの黒い人が試して書いたので、僕には意味はないんですけど、黒いより掛川の方がいいねと、向こう京都市でもとは言いませんけど、やっぱりその努力はですね、働き、外から見たときに見えるようにしておかないと、ダメじゃないかなと思います。今、ご説明いただいたんだけど、ちょっと難しくて、もうその時代は我々が過ぎちゃってるので、頭に入ってこないっていうのは実態なんだけど、でもその世代の方が見たときに、外から見たときに、やっぱり掛川いいねというふうに、ぜひともポチっていただければね、自信を持って僕らは掛川定住を進めるということになりますね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時間の方もですね、だいぶ迫ってまいりましたので、以上でですね、意見交換についてはですね、終了させていただきたいというふうに思います。それでは最後にですね、小田市長より本日を振り返って一言お願いいたします。皆さん本日は遅い時間まで、たくさんのご意見いただきましてどうもありがとうございました。ちょっと途中発言の機会がなかったものですから、最後の、移住定住とか子育ての部分について若干私の方からも、コメントさせていただきたいというふうに思います。実は明日ですね、安全祈願祭かな、あると思いますので行くんですけど、上西郷のですね、工業団地が、いよいよですね、動き出すと、はい、ということで、明日午前中、安全祈願祭が現地で行われるということであります。それについてはもう随分、経緯をしている方はもう随分長い間使用していますとしてありまして、昔はご協開発という話があったのが今度してというところからですね、ずっと動いてなかったんですが、ようやくいろんな調整を経て、今市の方と協定を締結したのが日本エスコンさんというですね、まあ野球好きな方は日本ハムファイター西浜さんのですね、北海道の新たな球場を手がけているような、トップレベルの、デベロッパーでありますけれども、そういったところを組んでですね、その、まあ、今井さんが、これも清水建設さんという、もう代表するスーパーゼネコンですけど、そちらと一緒になって企業誘致をしていただくのと、そこの開発をですね、するというところになっています。今その話を申し上げたのは、やっぱり今のこの何て言うんでしょう、ベースを作ってきているのは企業活動がすごく活発なんだっていうことだというふうに思います。で今ですね、全部、まあ、我々国内に住んでると、それが工業団地あっても、あっちも立ち回って、普通だなっていうふうに思っているかもしれませんが、今、そういう工業団地の開発を、市の方もですね、一緒になってやってるっていう、ガンガンやってるっていうところは、そんなにありません、全国的には。もう少なくなって、むしろ少数派というかですね、というふうになってきますが、私どもやっぱり、掛川市の発展を作っているのはね、まあ、交通アクセスの良さもあるんです。交通アクセスがいいから、やっぱり企業さんも来やすいっていうところもあります。あるいは作った製品も出荷しやすいっていうところもあるんですけども、それにも恵まれてですね、そういうことをやってきました。相当やっぱり雇用が増えて、住宅を増えて、まあ、あの辺に例えば働こうとする方が、じゃあ、この辺で住まいを探そうかっていうふうになったときに、この地区をはじめですね、いろんなところで、あ、この地区は、地区は非常にいいなとか、さすが里が、あるなとかですね、そういった魅力を感じて、あるいは教育や子育てに、初期の楽しい気が取り組んでるっていうふうな、知っていきながらですね、多分、そんなを探されるのかなっていうふうに、思っております。
まあ、あの南部の方でもですね、あの大阪に近かったあのこういう感じがまたあるので、ね、まあ、市内企業の移転がメインではありますけれども、あったりとか、たまにのところにもですね、今後やっていく地区もありますけれども、やっぱりそういった、企業の誘致、これについてはあの引き続き、まあ、おつくというかですね、進めていきたいというふうに思います。実はあのコロナ前までで、静岡県内35市町の中で、人口が増えている市町ってどれでしょうか。これは国勢調査ではっきり数字が出ておりますので間違いないと思います。福川市、袋井市、掛川市、長泉、長泉東の方ですね、その 4市町のみ、人口が増えております。もちろん少子化でどのくらいか減っているけれども牛乳が増えているということ、これはもちろん外国人に含まれておりますが、牛乳、まあ、仕事が上がるからやっぱりで、というようなところで、まあ、コロナになって企業活動が一旦こう、低迷した今復活してきてますけれども、ので、今は B 人口的には B 減から横ばいになってはおりますが、そのような、まあ、県内では高い地位を占めているというふうには思ってはおります。でそれに加えてやっぱりね、今今日ご意見の見たような、もっと子育てのこととか、学校さんにも私は教育の何て言うんでしょう、力を入れるという証拠だというふうに思うんですけれども、そういうことをしっかり進めることによって、この地域は教育に熱心だねというふうなことで、外の方にも思ってもらえるような、もちろん中の方にも安心して、教育に、やっていただけるような、そんな地域を目指していきたいなというふうに思います。いずれにいたしましても、本当に、ご地区と教育として様々な、今日あったような問題、まあ、照明等の問題も皆さんの思いというものは、受け止めさせていただきましたので、まあ、どのようなやり方が良いか、実は私どもも粟ヶ岳の行くところにですね、まあ、あそこに一応トイレはあるんですけども、ちょっと簡素で、あまり立派なものがない、その割に奥のアポリが来るんですが、あそこをパパといってちょっと市の方で、直接設置するのもというふうなところがあって、実はクラウドファンディングという手法で、要するにホームページ上で寄付を募る、外の方に、あるいは一度あそこに来たことがあるファンというかですね、そういった方々にその魅力を伝えて、いい景色の写真を載せて、そのトイレ整備とかで、ぜひ寄付をお願いしますという形で、下部にもそういうことをやったりしているというふうな中でですね、どういうやり方が、まあ、署名とか、あるいはその桜の里の整備も含めてやっていくのが良いか、引き続き皆様と相談してまいりたいなというふうに思っております。いろいろとご意見を今日はいただきましたので、本当に今後も協力してもらうというということを約束していただいて、本日の副集会のお本題の言葉とさせていただきます。本日は皆さんどうもありがとうございました。市長ありがとうございました。本日出席の皆さん皆様方につきましては、長時間にわたり、協力いただきありがとうございました。これまで私、なんとか司会を務め、終了をして、させていただくことができました。本日の浜本地区の地区集会、地元ミーティングを終了させていただきます。本日はありがとうございました。